東急3000系電車2台東急3000系電車東急3000系電車は1999年平成11年4月16日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車すべてに優しく美しい車両をコンセプトとしまた2000年平成12年9月26日からの目黒線の低都高速度交通営団現）。 東京地下鉄南北線、東京都交通局、都営地下鉄三田線との直通運転に対応する車両として設計、製造された。当初計画では9000系を改造して対応させる予定であったが、1990年6月にホームドア方式への計画変更によりも似た装置搭載等大掛かりな改造が必要となったことや、 南北線内は急勾配が連続することから、主電動機出力不足が懸念されていたため、従来車を改造するのではなく、それらに対応した新規設計の車両を申請する方が、コスト面などで有利であると判断さ、申請されたのが本系列である。なお、東急で3000系を名乗る形式はこれで2代目になる、ため、新3000系と呼ばれることもある。また、 旧3000系と同じくデハ3200系、デハ3250系、デハ3400型が存在する。前述のコンセプトに基づき、環境に優しい、お客様に優しい、乗務員に優しい、研修員に優しいを目指し、車体、搭載機器、内装、運転台など全てを見直し、東急の心臓車両では、初採用となる機器や、バリアフリー設備を有している。 また、発線形成造時からの方針であった、全面形状は切り詰ま以外行わないという方針を、ワンマン機器搭載などの関係で転換し、東急では久々の流線型の車両となった。量産先行車の第一編成、3001F は、当初8両編成で落成し、1999年4月16日から2000年1月15日までの、 間に一時的に東横線に投入され、主に休行運用についた。その後、二次車として1999年10月から2000年に1月の間に 3003F から 3012F、すべて6両編成が落成したが、入籍はすべて営業運転開始日である同年8月6日付けとされた。営業運転開始までは乗務員訓練に使用したり、 サディヌマリウチ線などに疎開リウチされていた。なお、二次車では 1M 方式の中間電動車であるデハ3400型が申請され、MT 比は8両編成当時の一次車と同じく1、1とされた。また、二次車増備の際に 30001F も6両編成に、編成外を実施し、目黒線へ転属した。 組み換えに際しては三千一 f より出三千二百二点三二五二左サ三千五百二の三両を第二編成へ供出し、出デ三千四百一二次車を申請の上組み込んで六両編成化された。ただし、東横線時代に運用されていた三千一 f 八両を編成組み込み、全車両の東横線から、目黒線への書類上の転籍日は二千年八月六日で、 なお、第2編成以降では、以下のような改良が加えられた。第1編成についても、目黒線における、運用開始までに、スカートの形状と脚用、ドア脇の縦面型状以外を、第2編成以降と統一する改造が施行されている。目釜線の目黒線と、東急多摩川線への分割に伴い、2000年8月6日より、目黒線で、本格的に運用を開始した。 運用開始当初は 3012F までの12本が、在籍、目黒線発足当初の運用数は11本で、予備編成は1本。知っていたが、定期検査時の予備編成確保を考慮して2001年3月に 3013F3 次車が増備されている。基本仕様は2次車に準じているものの、ワイパーのアーム形状が改良されたほか、 比較検討を目的で空調装置を一編成で3種類搭載していたことが特徴である詳細は口実。また、編成両タンク波の側面床下に非常用はしごを新設し、これは一次車及び二次車にも普及した。本系列の増備は 3013F 第13編成の申請をもって打ち切られ、よりコストダウンを図った5080系の増備に移行した。その後、 2006年9月の目黒線内での急行運転開始に伴い、全面、側面の行き先表示器に列車種別を表示するようになった。現在、6両編成13本、78両が元住吉県尺に在籍し、5080系と共通運用されている。20メートル級、片側4、扉車体で、ビードのない軽量ステンレス構成車体であり、 全面ダルフィニッシュ、艶消し仕上げである。側面は、倉庫と膜板部に、東急のコーポレートカラーの赤を基本としながら、アクセントとして、濃紺と白のラインが貼られている。前頭部は、FRP 成形品を使用し、曲線を多用しソフトなイメージとしている。フロントガラスは側面まで回り込んだ曲面ガラスである。非常用貫通扉は運転室から見て、右側に、 オフセット配置されており、プラグドアが採用されている。下部にはスカートが取り付けられた。車内には、大型化された非常用はしごが搭載されている。3次車にあたる 3013F ではワイパーを、直線上下、床下には、非常脱出用の折りたたみ式はしごを、先頭車に2台設置した。これはそれまでの編成にも設置され、後の5000系以降の形式でも設置されている。 行き先表示器は、ゴシック体の LED 式で、日本語と英語を交互に表示する方式であり、英字表記は二段表示となることもある。目黒線上り、目黒方面運転時は、終着駅名と乗り入れ先の路線名を同時に、表示していた、三田線もしくは、南北線埼玉線。この表示は、目黒到着時に、終着駅名表示のみとしている。急行運転開始後は、 路線名表示に代わって種別を表示、休行、または確定するようにした。ただし、白金高輪始発の三田線内発着、南北線内発着の場合及び他社線内は行き先のみ表示を行う。これは5080系も同様である。冷房装置は東急の車両として初めて集中式を採用した。冷房能力は4 8 8 4ット。 4万2 0 0キロカロリー H であり、陶器の室内温度の立ち上がりのために、温風暖房機能が付いている。装置は 3001F から 3009F が、東芝製、3010F から 3012F が、日立製作所製をそれぞれ搭載している。3013F は、冷房能力向上目的として試験的に、三菱電機、日立、東芝の58.14キロワット、 5万キロカロリー H の装置を搭載した。なおその後、三菱、東芝製のみの搭載に変更された。この編成での試験結果をもとにより能力、向上させた冷房装置が5000系において採用されることとな。床下についても見直しがあり、大型機器の釣り枠を廃止して軽量化を図っている。さらに従来は個別に設置していた機器は、 共通機器箱と称する一つの箱に集約して、機器偽造の簡略化を図ってい列車無線は集約化のため、区ハ3100型に列車無線装置を搭載し、屋根状の送受信用アンテナも同社に2機設置する区ハ3000型にはない。本系列は、落成時より車両間に転落防止ホールを設置していたが、目黒線各駅にはホームドアがあり、 不要なことから本系列では2003年より順次撤去した。客室内はローズレッド系をベースとしたカラーリングである。化粧板は線路方向が光沢仕様の白色系。つまめは常務員室時切りを含め艶消しの淡いピンク色である。床材は薄い茶色であるが編成で柄が異なり3種類ある。天井中央には冷房吹出口と一体成形された。 FRP 製空調ダクト、天井ユニットを採用し、補助送風機として、各社6台ラインデリアが設けれている。側窓は、車端部は一部を除いてすべて開閉可能。ドア間の二連窓は、固定窓、加工窓のユニット式であり、車内窓枠は、FRP 製として車高用に巻き上げカーテンが、設置されている。客用ドアの室内側には化粧板が貼り付けられており、 ドアガラスの室内側は段差のある金属指示である。車端部貫通路にも同様の化粧板が貼り付けられている。なお、貫通路窓は下方向に長い片開き式のもので、その指示方式は側面ドアとは異なる。貫通扉は各車両の上り側、目黒側に設置され、爪面窓は設置している。都平装置はベルト駆動式の空気式だが、 と平地から弱め制御機構を搭載している。座席は、肩持ち式であり、一人分の掛け幅が 450mm のロングシートである。座面は、バケットシートで、色調は赤系、瀬戸、茶系、座面である。7人がかりの座席には3プラス4人に、スタンションポールで仕切られている。座席端の仕切りは、大行の仕切り板にした。各社には、 優先席が設けられており、優先席は区別のため座席が青色とされ、この付近の釣り革はオレンジ色である。車椅子スペースは2号車と5号車の編成中の2カ所に設置されている。車椅子利用者への配慮として暖房機と安全手すり、非常通報機を設置している。車内の非常通報機は乗務員と相互通話可能なタイプを採用しており、 各社4台設置してある。乗り入れた車も含めて乗客が押しボタンを、運転手が10秒間応答しない場合には、列車無線に接続され、運輸指令所の指令員が代わりに応答できるシステムになっている。2棚は金網式だが、従来車より高さを 20mm、低い 1750mm とした。次川は三角形のものとなり、 高さは従来と同じ千六百三十ミリメートルを基本としているが、ユニバーサルデザインの一環として一部に十ミリメートル低い千五百三十ミリメートルの釣り革を設けている。低い釣り革は、新五0系以降の新造車や旧線系、車内更新車の一部でも採用された。客用、ドア上部には、東急の車両で初めて千鳥配置の二段 LED 式の旅客案内表示器。 ドアチャイムを採用した。表示器の設置していないドア上部には、広告枠とドア開閉予告灯が設置してある。その後、これに準じた、案内表示器は8500系、9000系、1000系の一部と2000系にも取り付けられた。車内放送装置には従来通り自動放送装置が搭載されたが、本系列より、英語放送が追加されている。車内の車号を名番。 製造名板、金円札、消化札などの表記類は従来のアクリル板にリベット止めラシール式に変更している。乗務員室内は反射を抑えた色調としてグレー系である。ワンマン運転設備の設置のために従来より線路方向に 300mm 広く 1675mm 確保されている。運転台はダークグレー系色であり、 従来車同様 t 系ワ1ハンドルマスコン、デッドマン装置付が中央にある。速度計は時速 120km 表示であり、ワンマン運転用にドア開閉ボタン ATO、出発ボタン非調停止ボタンなどがある。上部には車上 ITV、ホーム監視モニターが設置されている。車掌台上にはホーム監視カメラからの映像を受信するミリ波画像、受信機が設置されている。 軽基板右側には、車両情報装置、TIS 表示器が収納されている。TIS では制御伝送機能、搭載機器の動作確認、行き先表示の設定や、空調装置、自動放送、車内表示器などのサービス機器の操作機能が、あ、ワンマン運転時の乗務員支援装置としての機能がある。車掌スイッチは、ワンマン運転用に押しボタン式としており、兵費は一ボタン式だが、 回避は、誤操作防止のためにボタン式としている。さらに再開閉スイッチ、乗降促進ボタン、アイズブザー、非常、ブレーキスイッチとユニット化された。乗務員室仕切りは、前面窓と同じような窓割りで仕切り窓が3枚ある。客室から見て、左側の大窓と乗務員室扉窓には、車高ガラスが使用され、車高膜も設置されている。膜は、大窓は、 加工式の車高板、仕切り窓扉は、開閉可能な窓のために、カーテン式とした。ワンマン運転用に乗務員室仕切り扉には、電磁作業が取り付けられている。電動車、M3 両、付随車、T3 両の MT3M3T の6両、編成であるが、将来の8両編成時は 4M4T にする、予定である。なお、八両編成時に備えて、 現行のデハ3400系、M 社は M1 社に、現行のサハ3500系、T 社は M2 社へと容易に改造可能なように設計をしている。このため、8両編成家事には補機を搭載しない、サハ、付随車2両が連結される。制御装置には、イベット素子用の VVVF インバータ制御、3レベル 1700V、1200A を採用した。 車両番号末尾が、奇数の編成は、日立製作所製、偶数の編成は、東芝製、東芝製の VVVF 装置は東急では、この300系が、初の本格採用となったを搭載する。装置は 1C2M 制御であり、デハ3200型に、4軍、デハ3400型は2軍を搭載するが、後者は、将来4軍かように準備工事がされている。トルク制御には、 ベクトル制御を採用することで精度の高い粘着性能が確保されている。補助電源装置には同じくイベット素子を使用した東芝製の静止系インバータ、ー SIV 容量219バーを採用した。終電装置には合体化線対応のシングルアーム型パンタグラフを搭載している。これらは東急の新造車両では初めて採用する機器である。空気圧縮機。 CP は従来車と同じレシプロ式だが、都質量は従来車両の 2000L、ミンから 2500L、ミンに増大し、8両編成時における搭載台数を3台から2台とした、東横線運転時には8両編成で2台。主電動機は TKM-98.99 型で、定格出力は 190kW、回転数は 1825rpm である。 駆動装置は TD 次手を使用した中実軸平行カルダン方式であり、歯車比は主電動機の回転数を抑え騒音を低減する他に極力小さくした87、14、6.21としている。ブレーキ装置はハードハイレスポンスデジタルアナログ方式で、回線ブレーキ併用デジタル指令アナログ、変換式の全電気指令式であり、 遅れ込め制御を併用している。乗用ブレーキは、手動操作時は7段だが、ATO 運転時には15段の多段制御となる。本形式では、各台車単位で車輪の滑走を防止する、滑走防止装置を設置することで、保安性の向上を図っている。台車は東急車両製造性の軸箱指示方式が、軸量式のボルスタレス台車。 ts-1019ts-1020 であり、車両の床高さを下げるため、台車枠の側張りの位置を下げるとともに、軸バネが収まる、バネ棒と呼ばれる部分を補強することで、台車枠の側張りを弓なり形状とせず、ほぼ直線上のままとした構造としている。固定軸距は 2100mm としており、台車全体の軽量化を図っている。基礎ブレーキは片押し、 式ユニットブレーキを採用している。この台車はその後の等級標準品となり、5000系以降の形式も同じタイプが使われている。保安装置は a t c ATO 及びタスクを搭載する。等級目黒線内では a t c とタスクを使用しており、立行時は運転士の手動操作、駅停止時のブレーキ操作はタスクで自動停止する。また、定期検査として、 長津田工場入場の際に、大井町船内を走行するため、東急型 ATS も搭載しているが、2008年、平成20年に、大井朝鮮の保安装置が ATC に変更されたため、現在は使用されていない。ATC、ATO 装置本体は区波3000型に搭載し、区波3100型には ATC 増幅機を搭載、両線投射管を ティスによって伝送している。これは機器の集約化と軽量化のためである。区波3000型には情報伝送装置を搭載し a t c の付加機能や ATO タスク装置における定位置停止のための地上紙とのインターフェースに使用される。さらに、両戦闘車にはホームドアと車両ドアの連動などを行うためのと、平成魚器理解装置を搭載している。 本系列と同じく相互直通運転における東急目黒線、南北線、三田線、埼玉高速鉄道線との直通車両申し合わせ事項の車両規格を満たしている車両。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。